3月結婚と発表されていた韓国俳優ヒョンビン&ソンイェジンの挙式が、3月31日に行われると報じられた。14日、複数の芸能関係者によると2人は3月31日午後、ソウル市内にあるシェラトングランデウォーカーヒル内アストンハウスで結婚式を挙げるという。これに先立ち、ヒョンビンとソンイェジンは先月10日、報道資料を通して結婚を発表。当時、二人は具体的な日付を明示せず3月とだけ伝えていた。一部では30日との報道もあったが、今回3月31日と確認されたと韓国メディアイーデイリーは伝えている。ノジョンウィ&ソボムジュン&ヨンジュン、SBS 人気歌謡の新 MC に抜擢。4月3日の放送から。JYP エンターテインメント、JYP USA を設立。本格的な北米市場展開へ。義勇兵としてウクライナ入国の異軍眼帯、SNS でソウル警察庁からのメッセージを公開、今は帰国できずウクライナを助けると宣言。ソウル警察庁国際犯罪捜査に係り、大韓民国軍事として国家と国民のために犠牲になった点を高く称えています。私の気持ちを理解していただけると思います。ソウル警察庁国際犯罪捜査に係り、外交部に緊急協力できることはありますか？今いらっしゃる位置を地図で確認して送ってくだされば、外交部に連絡して在外国民保護を要請します。ソウル警察庁、現在、どこにいらっしゃるのでしょうか？ウクライナ現地に外交部の臨時事務所があります。安全に帰国できるよう外交部に要請します。